くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる？くるぶしですということで、はい、本日も始まりましたくるちょもチャンネル。動画の方お休みさせていただいておりました。先週のですね、火曜日急に熱がパーンと上がりまして、39度がですね3日間ぐらい続きまして、もう全く動けない状態でした。 PCR 検査は無事に陰性でした。お医者さんにね最後行ったら、まあ何らかの感染症にかかったんじゃないでしょうかという、診断結果。もう今 36.5 度。チョモちゃんとかもメッセージとかで励ましていただいて、俺のポルノスターの、MV を作ってくれたり、非常に感動しましたし、負担かけちゃったなっていう思いでございます。チョモちゃんありがとう。今日から復帰ということでですね、また皆さんにね楽しい動画、たくさん作っていきたいなと思いますんで、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。ご心配かけました。ありがとうございます。今日はそんなね支えてくれたチョモちゃん、昨日の夜、これ撮影日の昨日の夜、チョモちゃんに歌を作ってきました。まあ皆さんへの気持ちも入ってる歌なので、ぜひ聴いていただければなと思います。そちらの歌を最後に聴いていただきます。これからもぜひくるちょもチャンネルをぜひ応援よろしくお願いいたします。ひでくるぶしでした。これからもよろしく。ありがとう。ありがとう君へ、ありがとう君へ、素直に伝えたい。離れていても大丈夫だって言ってくれた君への歌。何をしていても、何も言わなくても、考えてることが似ているね。なぜだろう、なぜだろう、世界が壊れかけて涙流しても、君とバカなことをずっとしていたい。なぜだろう、元気のない日でも自暴自棄の夜も、君の声を聞けば不思議な魔法で忘れてしまうよ。僕は何を返せるかな。ありがとう君へ、ありがとう君へ、素直に伝えたい。心配いらないよ、ゆっくり休めて言ってくれた君への歌。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。ありがとう。